日本の防衛装備庁、アメリカでは、開発が中断されたレールガンの開発が完成間近との情報をキャッチしました。今回は、連続発射120発連射で、高初速の維持に、成功かを詳しく見ていきます。日本は、革命的な兵器に成功しつつありますし、近未来兵器には、今後の日本の防衛にも大きく関わってきます。あとは、政治的な判断でテストを繰り返し、配備していくことでしょう。日本は、かなり導入が遅れますよね。雷電力は、三菱の小型原子炉がいいのではないでしょうか。離れ島などにも小型原子炉が役に立つのではないのかな。導入してみて。2023年12月初旬、日本の防衛装備庁は、YouTube の公式チャンネル上において、ATLA R&D Projects Progress in FY2023 防衛装備庁の研究開発事業と題する動画を公開、研究中の新兵器であるレールガンを紹介している。この ATLA R&D Projects Progress in FY2023 防衛装備庁の研究開発事業と題する動画は、わずか1分半強度の非常に短い動画でありながら、防衛装備庁の立場から、多くのレールガンについての内容を伝えている。まず、ATLA R&D Projects Progress in FY2023 防衛装備庁の研究開発事業と題する動画の冒頭では、CG で描かれたと、おぼしき地上配備型の車両搭載型のレールガンが登場し、守るる、技術というキャッチコピーが使用されている。そして、表題を挟んで、レールガンとは何かを端的に説明。そこでは、2016年に実施されたレールガンの発射テストの実際の映像が映し出され、その試射とともに、レールガン自体の構造が簡潔に説明されている。そこでのレールガンは、単純な図解として、2本のレール状の金属の間に弾丸をセットし、その2本のレールに電流を通電させて磁界を発生させ、そのエネルギーによって、従来式の削薬を用いた方よりも、弾丸、砲弾を高初速で打ち出すものと原理を解説している。よって、イメージ CG としては、従来式の削薬を用いた砲弾よりも、はるかに高速で飛翔するレールガンの弾丸が映し出され、なお、かつ同時に、飛躍的に射程距離を延伸可能なこと、目標に対しての命中時の威力の大きさが述べられている。この部分では、レールガンから発射された弾丸は、敵とおぼしき自走榴弾砲や水上戦闘艦艇に大きな打撃を与える場面が描かれており、対地対艦攻撃能力、そのいずれにおいても移動する目標への攻撃が示唆されているように見える。その後、再び2016年に地上の発射テストの様子を収めたMIE画像が差し込まれ、発射されたレールガンの弾丸は空中で周りを覆っている装弾塔から分離された目標となった鋼板を撃ち抜く様子が紹介されている。その後に、動画内では、この試射の様子を、敵艦艇へ攻撃を想定したものだとするナレーションが流され、同時に、画像も、CG で、敵の水上戦闘艦の艦体を、レールガンの弾丸が貫通する威力を持っていると、その威力を紹介している。さらにその後、映像は、2023年秋に、海上自衛隊の試験艦、アスカに搭載され、洋上での初のMIEテストを行ったとされるレールガンの実写画像に、スイッチ、そこから発射された弾丸は、やはり、空中で周りを覆っている装弾塔を分離して目標へと飛翔する CG につながる。飛翔したレールガンの弾丸は、敵とおぼしき水上戦闘艦を水平後方から撃ち抜いて貫通するように描かれており、こうした用途の実現に向けて、早期の配備を目的とした開発が、今、まさに着々と進められていると述べている。これに続いて、次の CG 映像では、海上自衛隊の水上戦闘艦とおぼしき艦艇から、今度は、上空に向けて、レールガンの弾丸が発射されており、そこで空中から接近してくる敵のミサイルに対し、弾頭部が飛散して、迎撃を行うイメージが紹介されている。このシーンで、ATLA-R&D Projects Progress in FY2023 防衛装備庁の研究開発事業と題する動画は終了となっているが、わずか
1分半強の内容の中にレールガンに求められている要素を凝縮したものだと言ってよいだろう。レールガンの開発は、これまでの流れを大まかに分ければ、まず第一段階として一単発ではあるものの、高初速に到達させるべく、いかに弾丸に効率よく電流を流し、強力な電磁力を加えるかという点が研究されたと考えられている。次に弾丸を発射するのに、必要な2本のレールに対し、大電流、大電圧を加えながらも、その耐久性を実用に耐うるレベルにいかに到達させるのかがポイントとなり、実用性の観点から頻繁な交換を不要とする耐久性が施行された。そして現在では実際の兵器運用として欠かせない弾丸の連射機構をいかにして実現させるのか、さらに放たれた弾丸の目標命中までの飛翔をより安定させるにはどのような改良が必要かを検討する段階へと歩みを進めていると考えられる。ことに前者のレールガンにおける弾丸の連射機構についてはレール部分と砲弾の発射時の摩擦によって大きな摩耗が生じるという物理的な問題が大きく、いかにレール自体の強度を実用に耐うるものにするのかという命題がのしかかっている。加えてレール部分に大きな摩耗が生じてしまうと連続した発射を行うほどに想定された発射精度に影響が生じ、当初想定されている弾丸の発射時の初速が著しく低下してしまうという兵器としての根幹に関わる問題を抱えている。そのため日本の近年のレールガン研究では大電流を流し強力な電磁力を発生させる手法に新たな方式を取り入れることを行い、かつレール部分の材質をより耐性の高いものに置き換えるなどの対策が施されているという。こうした工夫を施した結果、日本が開発中のレールガンにおいては、弾丸の初動の設置場所付近については、従来までのような大きなレール部分の損傷を抑制することに成功しているとされ、耐久性に大きな向上が図られたとめされている。これは、具体的には、およそ120発に及ぶ連続発射を行った場合でも、弾丸の重高初速は、毎秒2000メートルを下回ることがなく運用できたとされ、レールガンの実用化に際しての最も大きな問題の一つをクリアしたと言ってよいだろう。そんな進捗が伝えられている日本のレールガン開発だが、これを兵器として活用する目的としては、まず近年最大の仮想敵国である中国やロシアが導入を促進している極超音速兵器を迎撃するための手段が挙げられている。これはレールガンが従来までの策略を用いる過法に比して長射程滑威力が大きいことに着目した活用方法だと考えれるが、正直個人的にはこの主の用途にレールガンが有効であるか否かについて今の状況からは懐疑的な考えを払拭できない。2016年に陸上の施設において試射テストに成功した日本のレールガンは、弾丸の口径は 40mm で重量はおよそ 320g ほどであったとされ、この2023年に艦艇に搭載して試射を実施したものは、これよりさらに小口径であったとめされている。そうした状況を鑑みれば、その程度の大きさの弾丸に目標たる手敵の極超音速兵器を自ら追尾する機能を実装することが可能とは考えにくく、何らかの誘導方式を備えた弾丸を完成させられるとは到底思えないためだ。飛翔する軌道を変化させることが不可能な極超音速兵器であれば、その発射を感知して飛翔ルートを解析し、レールガンの弾丸でも迎撃行動に供することも可能かもしれないが、あまり現実的な手段とは現段階では感じられない。翻って、日本のレールガンの用途として二つ目に想定されているものは、敵の水上艦艇に向けた対艦攻撃、地上目標に向けた対地攻撃があるが、個人的にはこれらに対する対処の方が大いに現実的ではないかと思える。レールガンの開発について先行していたアメリカ軍は、対艦、対地攻撃用のミサイル兵器の飛躍的な射程距離の延伸を受けて、その有用性を喪失したと判断して開発を中断する選択を行ったが、一理ある判断なのだろう。ただし、アメリカ軍、特に、
海軍は世界のあらゆる海に進出して戦闘に及ぶことを想定しており、攻撃用の兵装を重視していることを鑑みれば、レールガンよりも VLS 垂直発射管で運用する兵器の質を向上させることを優先したのは当然とも映る。翻って、日本の場合、現在最も対峙する可能性が高いと考えられているのは中国海軍であり、これらの艦艇の南西諸島方面への接近を阻止する手法としては、レールガンは連射が可能になれば、その意義を増すように思える。